京ヶ岳は、福井県勝山市と、大野市の境にある標高1625メートルの山、白山国立公園の特別地域、恐竜渓谷福井勝山ジオパーク、奥越高原県立自然公園内にある、日本三百名山に選定されている。三名の由来は1574年白山信仰の拠点である平泉寺の住職が一行一期の兵に、焼き討ちされた際に、 山頂に焼けた教官の灰を埋めたことによると伝えられている。別の説では平泉寺の流星を記念して教門を埋めたことに由来すると伝えられている。古くから霊地と位置づけられており、1997年には山頂から大英二年名を持つ教頭が発見され、名文から海の国出身の66部署が奉納したものであると考えられている。 池の大択の河口原京ヶ岳が火山活動をしていたのは今から約140万から70万年前でその時流出した溶岩により山独に六両子高原が生まれた今も山頂直下に噴火の名残の加工跡が見られ池の大択と呼ばれる平らな湿地帯で春には水芭蕉が咲くく流川支流の東国の源流の南斜面には河口壁があり 南西の大野市の麓からもその加工壁を見ることができる。ほ月つの登山道場の一部には溶岩が露出していて、牛岩と呼ばれる溶岩の尖ったピークがあり、その南側を巻く登山道がある。各方面からの登山道がある。登山口は、六路市高原と広域機関林道法温寺線の東国にある。他に法温寺山と石土山からの重走路がある。周辺は、 豪雪地帯であり、春の残雪期には、山スキーや春山として登られている。春には、雪解け後の登山道で、カタクリや、キクザキイチゲなどの花が見られ、初夏には、日光木スゲなどの花が見られる。山頂付近から、白山、石戸山、大長山、宝温寺山、荒島岳市などを展望することができる。また、大野市街地と勝山市街地や日本海を見渡すことができる。 ほ月つびの溶岩をくこし高原青少年自然の家に登山口があり、三角山、ほガス山、釈子岳、中岳、霧窓りを経て山頂に至るほ月つびのコース。下部は、ブナなどの落葉樹林が多く、釈子岳付近から、上部は、クマザサが生い茂っていて、ヤブがりやロープ設置などの登山道整備が行われている。三角山の上で、広域機関林道保温寺線を横切り、 その付近にも駐車場と登山口がある。広域機関林道法温寺線の東谷川に登山口があり、東谷川に沿った急坂の先には平らな池の大択の出現がある。霧窓で、保ガス山コースに交流する、平泉寺白山神社から山島山、中の平避難小屋、法温寺山、北岳を経て山頂に至る、尾根のコース、残雪期にスキージャム勝山のリフトを利用して、 法温寺山から、山スキーや春山登山で利用される場合がある。北東の関戸山から、大船山と北岳を経て山頂に至るコース。ヤブガりの整備状況により、何度となる場合ある。春の雪解け後にスプリングエフェメラルと呼ばれる片栗。菊崎一毛、二輪草、三ツ葉オーレン、三花葉などの花が、登山道周辺の胸林床や熊笹の脇で見られる。根周辺は、 火山性の巨岩が連なり、紫足を筒じ、雇用楽筒じ、白山尺投げ等が目立つ。尺師だけを超える土地島笹の草原の中に、日光木ツバメをもと、小牧系草を等が咲く。山頂近くの急な斜面では、竹干場や八幡八藩の木のソリンのところどころに、国金霊花や縦山うつぼぐ砂糖が咲いているが、お花畑は見られない。また、林道の周辺には、 うだいかんやみ山まかわらはの木が散見される。関戸山の東にある関戸避難小屋周辺の登山道には、無人の避難小屋あり、キャンプ指定地はない。北岳から望む白山と、別山北側の関戸山へと尾根が伸び、両白山地の主猟線の山の峰を経て、白山へと続く、白山山地の山の峰から、関戸山を経て伸びる、枝尾根の西南西端にある山である。 北岳と呼ばれる北方と本方である南方との相似方である、九ず流川水系の源流の山で日本海へ流れる京ヶ岳の北側のピークの北岳は、白山などの絶好の展望地である、ありがとうございます。